こんにちは、スーパーモンキーズの伊藤です。今回はタンスの源さんの車中泊マット、トモさんが、開発したという車中泊マットを買ってみました。それでは広げていってみましょう。厚みは8センチぐらいあります。それから2枚連結することができるようになってます。でこの生地は全部チャックで外して洗うことができるみたいです。これがソファーモード。ソファーにはちょっと厳しいな。ああ快適です。ああこれはぐっすり寝れそうだ。さあ N 番に積んでみました。マット、マットを N 番に積んでみました。ちょっと N 番はこのタイヤハウスがありますので2枚は敷けませんね。ちょっとうん、長さは余裕があります。さあ N 番に、マットを積んでみました。マットの下にはコンパネを敷いております。
まだ頭に余裕があります。普通のコンパネを60銭の幅に切っております。その上にマットを敷いております。棚をつけてみました。いつもつけているこの棚をつけてみました。その下にマットです。それではもう一度寝てみましょう。よっ、こんな感じです。ちょっと寝返りは厳しいか。それでもなんとか寝れるな。いつもつけている棚を乗せてみました。ちょっと中は狭いですが、なんとか寝返りは打てます。こちら側が足ですね。足にしないとちょっと厳しいです。Thank you.